学ラン選手ゆきやです。さて、まあ、本日は、まあね、動画の頻度がすごく悪いと思うんですけど、まあ、それについてのお話と、あともう一つ、まあ、ご報告というか今後こういう感じになりますよっていうお話を2点したいと思います。まあね、もちろんながらまず最初に動画の頻度の話なんですけれども、まあ、何分ちょっと就職だなんだ転職だなんだ首がなんだとかなんかごたごたしてちょっと全然動画を作る時間がですね取れなくて、ギリギリなんとか紙マスカレードだけ作れたんですけど、他のキスキスキスの話だったりとかアイドル横丁のおすすめアイドルだったりとか、まあ、ネクストブレイクアイドルもいっぱい作りたいアイドルさんがいるんですけど、なかなかそこに追いついてないといった状態になってしまってるんですけれども、まあ、これはもう一つのご報告とも絡んでくるんですが、本日より毎日投稿を復活いたします。OK ということで毎日投稿を復活いたします。っていうのが、まあ一つに就職が決まったからというか、まあ仕事始まりなんですけど、今日から、まあ、仕事が始まったということで、まあサイクルがここから出来上がっていくので、ここから動画をゆっくり自分のペースをつかみながら上げていくっていうことの意味も込めて、まず1本目今日この報告動画から全てをもう一回仕切り直して、小さな巨人剣学ラン戦士ユキヤの動画がまた新たなスタートを切りたいと思ってやります。なんでよく言ったところの第二章的なことだと思ってください。まあ、そこはね、まあ、いろんな人の捉え方があるんでこれ以上のことは触れないですが、でもう一つこの毎日投稿をやるに当たって、よだれでした、当たって、まあ、アイドルさんの動画をメインで作らせてもらってるんですけども、まあ、それに踏まえてちょっとずつ違った角度からの企画ものっていうんですかね、いろんなことに挑戦していければなと思っていますので、そこの2点でこれから回っていくんだなっていうのを分かっていただけたらなと思ってるのと、まあこれはなんていうんだろうな、番宣みたいになっちゃうんですけど、ツイッターを見られた方は分かると思うんですけど、 LINE アットを作りましたっていうのも、まあ、今までツイッターとインスタグラムと2点かな今のところ、あとあれか LINE ブログと、この3つでずっと SNS はやっていたんですけども、あとコメント欄もいろいろなんですけど、ちょっとこの前コメント欄でちょっとあの見て LINE じゃないやツイッター見てた方は分かると思うんですけど、なんかちょっと腹立つことがあって自分的に、まあそういうこともあって、ちょっとあのそういうことで活用されるのも嫌だなって思ったので、ちょっと今回あの動画の何でしょう、あげたよとか自分のちょっとしたプライベートな部分を見せるものとして LINE アットを開設しました。まあ、登録今誰もされてないんですけど、まあ、っていうことから始めるので、ぜひね、チャンネル登録されている方もされてない方もぜひぜひね、 LINE アットの URL 概要欄に貼っておくので、ちょっとでも興味あるなっていう方は LINE アット登録してもらって、動画が更新されたら通知が必然的に行くようにっていうか、まあ、自分で更新かけるんですけど、自分でこうやってどんどん発信していって、もうちょっとね身近な存在になれればなって思ってるんで、全然ねあのクソ底辺がね、あのなんかイケブって有名人だみたいな感じとか出すつもりとか全然ないんで、もう本当に現場にいたらもう普通に友達として関わってもらいたいし、もう本当にそういう親近感のある人間にもっとなれるように頑張っていくので、今日から小さな巨人兼学ラン選手ユキヤの第2章としてぜひぜひ楽しんでいってもらえたらなって思っています。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひねこれからの頑張りをその目で見てもらえればと思います。ちょっとね、まあ、今までがグダグダしてたので、ちょっとずつシフトしていくので、ちょっと楽しみにしててください。アイドルオタクとして、そして YouTube をやる人間として、一人の人間としていろいろなことをひっくるめて、ちょっとねいろいろ頭の中でまだ考えてることもあるので、それが形になればなって思ってますので、またまた次の動画も楽しみにしていてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。